キープレイヤーは誰になるんですか、サモア戦においては。9番とか10番のね、やっぱりゲームメーカーは一つ大事だと思いますね、はい、でサモア選手ってめちゃくちゃ大きくてすっごい強いタックル狙ってくるんですよ。その分横との連携ってちょっと薄いんで、ここチャンス取ろうかっつって攻めれるっていう、その9番10番がゲームを作れるかどうか、ここ大事だと思います。スクラム前列の1、2、3番1、2、3、しっかり安定すれば勝利っていうのがおのずと近づくんです。スクラムはそれだけ重要ということですか。重要ですね。仕込めたらそれはもちろん自信になりますけど、そうじゃなくても安定するっていうのが非常に大事で、これはサモア戦勝つという仕事を信じて、はいはい、アルゼンチンはどうなんですか、強いですか。非常にフォワードもやはり勢いがありますし、でそれをキックで前に出す素晴らしいキッカーもいるので、その総合的にすごい非常に力がありますね。強いんですけどちょっと調子上がってないところがあるので、どういうことをやりたいのかっていうのがちょっと見えてこない。まあ、アルゼンチンとしてはチリに勝って、はい、日本と、うん、最後、はい、トーナメント進出への確率、はい、何パーセントでしょうか。もう65 80%、 80%、はい、かなり高い確率ですねさあ、ピボットスポーツ、盛り上がりを見せるラグビーワールドカップについて、次のサモア戦、さらにはその先をですね、予想していきたいと思っております。ゲストをご紹介します。これまでと引き続き、広瀬俊明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広瀬さんは、もう現地でも、はい、まあ、その観戦解説をされて、今、一時帰国という形ですよね。はい。2日前帰ってきたんですけど、ね。ですよね。ちょっと時差ボケありますけど。お風呂が気持ちいいっす。あ、そうですか、はい、でもいかがですか、現地の盛り上がりは。現地やっぱり試合はむちゃくちゃ盛り上がり、僕開幕戦行ったんですけど、もうフランスの観衆がものすごくて、はい、この中でオールラックス勝つの大変やろなと思ったら、やっぱりフランスが飲み込みましたね。ですね。であの試合勝ったからフランス中また盛り上がってるんで、ワールドカップとしてはいい流れでな気がします、ね、そうですね。その中で日本代表もね、頑張ってもらいたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いします。そしてですね、今回は大野仁さんにも加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大野さん、ラグビー元日本代表として、まあ、2007年、2011年、2015年とワールドカップ3大会連続出場されたということで、まあ、共に戦った仲間ということですね。そうですね、そうですね。もう東芝ブレイブルーパス東京でも、はい、もうずっと若い時から一緒に、寮も隣同士で、はい、独身時代隣で、もう大の仲良しじゃないですか、はい、そうですね。練習オフの前の日は一緒にお酒飲んだりして、楽しかった、で大野さん、今大会もの解説を務めていらっしゃるということで、うん、はい、ご自身の YouTube チャンネルでも試合の解説もされてるんですよね。そうですね、先月から解説しました、キンズラグビー道 YouTube チャンネルがあるんですけども、はい、そこでも日本代表の試合を試合の後すぐに映像を見ながら解説させていただいてます。どうですか、このワールドカップ今大会っていうのは、率直に現時点ではどんな大会だなというふうな印象を受けてますか。私2020年に引退したんで、引退して初めてのワールドカップなんですけども、はい、なんかまたちょっと違う感覚で楽しませてもらってます ね、まあ、フランスっていうのもあってちょっと時差もあるんですけども、はい、朝早起きして見たりしてます。ですね。ですから、まあ今回ですね、まあ、大野さんフォワードで広瀬さんバックスということですから、うん、ちょっとこうポジションの違いから見えるその視点なども含めてですね、はい、解説していただければというふうに思っております。で早速なんですけども、まあ、簡単にちょっとイングランド戦の振り返りから聞いていきたいなと思ってるんですけども、うん、はい、広瀬さん、どうですか、イングランド戦はどんな、まあ、印象を受けましたか。まあ、試合始まる前は本当にスクラムがどうなるんだっていうのがすごいみんなの中でまあ盛り上がってたんですけども、最初のファーストスクラムがすごく良くてですね、であれでまあ日本代表いけるっていうまず雰囲気になったんですよね。あれは一つ大きかったですね。であと日本代表がまあいいテンポでこう速い球出しをするとチャンスも作れていたので、前半終わったぐらいでは今日行くかもしれんなっていう雰囲気が選手持ってましたし、お客様もあったのでなんかすごいザワザワしてる、うんうん、そんな感じの試合でしたね。ただまあ結果的にはそうですね、まあ、一つはまあハイボールっていうね、コンテストキック、競り合うようなキック蹴るんですけども、そこはやっぱまあちょっと負けてしまったっていうところと、まあ、後半ちょっとまあラインアウトまあ取れなくなったりですとか、あとバックスはこのどのエリアで戦うのかって結構大事なんですけども、ちょっと中途半端なキックもあって、そこから相手にチャンスを作らせてしまったので、まあ、ちょっともったいないところもあったなっていう試合でしたね。大野さんいかがですか、イングランド戦。まあ、最終的にはちょっと点差は空いてしまったんですけども、本当に終盤の終盤まで日本代表勝てるんじゃないかっていう、そう期待感を持たせてくれましたし、まあ、その要因の大きな一つはやっぱりそのスクラムですね、うんうん、さっき年も言ったように、まあ、そのスクラムで昨年対戦した時はそのスクラムで前半5点を踏んでもう大敗してしまったんですけども、そこはまずしっかり組めたっていうのが、この試合負けてしまったんですけども、この後の戦いに対しても日本代表の選手たちが
本当に自信を持てた試合だったんじゃないかなと思います。ということはまあ負けてしまったけれども一つポジティブに捉えていいということですか ね。あと選手たちが本気で悔しがってるんですよね、はい、イングランドに負けて、うんうん、これもあのやっぱり日本代表の進化っていうのをすごく感じます。あ、それはまあこれまでだと強豪だし、うん、まあしょうがないかみたいなところもあったかもしれないけど、そこは本当に悔しがるっていうなんかこう気迫、しかも我々あのファンの方も本当に悔しいです、はい、ですよね、負けて悔しいっていうのは。確かにな。私ちょっと気になったのがやっぱりでもああいう大きな舞台だと、うん、ミスをしてしまうのかなっていうところもちょっと気になったんですけど、うん、いかがですか。まあ、ミスっていう意味で言うとやっぱりイングランドで多かったですよね、うん、でイングランド少ない決定機を得点にしていきましたけど、日本何個かね取れそうなところありましたね、はい、逃しちゃった、はい、であと逆に言うとなんかあのヘディングみたいなそうですねあれでね、まあコートリローズはそのまま淡々といってトライ取るっていう、はい、ああいう隙見せないところはさすがだなっていう気がしました。これトライ取っていいのかなみたいなっていう感じでしたけどね。でも一応言っとこうみたいなね、あれ残んじゃないって本人は思ってたんで、うん、だからああいうところでしっかりこう、まあ、ミスをせずに、うん、まあ、取れるところはしっかり取っていくっていうところも、はい、ワールドカップっていうのは重要になって、まさにだと思います。くるということですよね、はい、広瀬さん、10番とキャプテンが大事になるということを、はい、あの1回目の収録の時におっしゃってましたけど、はい、これ振り返って今のところどう見てます、うん、キャプテンはね最初初戦とか、ね、まあ、姫野選手イングランド戦出れたんですけど、はい、まあ、1個ジャッカルも、ね、あったりとか、僕はもうすごい積極的だったんで、なんか少し吹っ切れた気はあのしたので、それもイングランド戦そこ一つなんかこうポジティブなポイントかなとあの思いましたね。で10番の選手松田力也選手も、はい、ゴールキック全部今 100%。 いやすごいですね。ああよかったってみんなよかったつって、はい、ね、あれでやっぱり3点ずつ積み重ねられるので、イングランド戦もイングランドにプレッシャーかかりましたし、チリ戦もこう何ですかね、あの差を離せたっていうんですかね、はい、あのそこはあったので、まあ、ゴールキックはやっぱり今回も大事だと思いますね。今朝っていうんですかね、南アフリカとアイルランドの試合も、はい、南アフリカが結構あのキック外してしまったんで、うんうん、あれ入ってたらもしかしたら違う展開になったかもしれないので、なるほど、ゴールキック大事ですね。じゃあこの2人があの調子をしっかりこう上げてこられているというのは日本にとっては、はい、すごいポジティブですね。これがまあイングランド戦を終えてということで、うん、今こう順位表で見ると日本、まあ、3位のこう位置につけているんですけど、これまだまだだから分からないですよね。まさにですよ。ですよね。もうここからですよ、はい、ここからなんとなくイングランドが今日抜けてしまったんですけども、はい、2位争いはこのまあサモア、日本、アルゼンチン、どこが来るのか全然分からないですということで、その次がサモアということになりますね、はいはい、いやちょっと大野さん、こうサモア戦、はい、うん、ポイントはどこにありますかね。やはりあの日本代表がいかにミスせずボールをつなぎきれるか、はい、サモアはやっぱり、まあ、一人一人のフィジカル強いですけども、ディフェンスが続くとちょっとほころびが生まれやすい、あ、まあ、っていう傾向はあったんですけども、あのこの間アルゼンチン戦ではすごい粘り強いディフェンスも見せてたんで、はい、まあ、でも日本代表としてはあのボールをいかに保持するか、まあ、そこがポイントになるかなと思いますね、うんうん、広瀬さんはポイントはどこに挙げてますか。まあ、一つはエリアですかね、はい、やっぱどのエリアで戦うのかすごい大事、サモアの選手大きくて強いんですよ、うん、だ前に行くとむちゃくちゃ強いので、どんどん彼らが下げさすっていうんですかね、もしくは彼らが頑張ってもなかなかトライに届かないエリア、まあ、いわゆる日本でいう敵陣で戦えるかどうかっていうのが一つポイントかなと思いますね。これ広瀬さん、はい、パーソンキープレイヤーは誰になるんですか、サモア戦においては。まあそうですね、僕9番とか10番のねやっぱりゲームメーカーは一つ大事だと思いますね、はい、でサモアの選手ってめちゃくちゃ大きくてすっごい強いタックル狙ってくるんですよ、うん、ビッグヒットって言われる、うん、はい、その分横との連携ってちょっと薄いんで、そういう時に勇気持ってなんかこうバックスの選手が呼んだりとかこっち攻めようとか言えるかどうか、そういうのはやっぱりすごく大事かなと思うので、そういう意味で9番10番の選手はすごい注目してますけどね。サモアは結構そのフィジカルすごいですよ、もうものすごいタックルくるんですよ、なんか飛んでくるんですよ、タックラーが思いっきりブワーコーンってくるんですよ、で僕はファーってなるんですけど、それパスさえ通せば自分は痛いんですよ、はい、チャンスができるんで、そこ勇気持ってまあそういう意思決定ができるっていうのと、ここチャンスと思うからっつって攻めれるっていう、その9番10番がゲームを作るかどうか、ここ大事だと。なるほどな。大野さんいかがですか、キーパーソン、キープレイヤー。やはりスクラム前列の 1,2,3 番1 2 3になるかなと思いますね。はははは、まあ、というかそのスクラムっていうプレー、スクラムだったりラインアウト、はい、そこがしっかり安定すればあの勝利っていうのはおのずと近づくのかなと思います。あ、スクラムはそれだけ重要ということですか。重要ですね。やはりそこで崩されてしまうと、まあ、相手にペナルティを取られたりして、あの
エリアを取られてしまうので、うんうん、そこでまたしっかり組むっていうのが大事になりますね。私もその今大会こう見ていて思うのがこうスクラムのやっぱりこう重要性っていうのはこう組んだ時にどっちがそういう意味こう力勝負して上回ってるのかをこう示すポイントなのかなと思ってたんですけど、やっぱそれだけこうなんですか、組んだ時に相手とこう張り合うじゃないですか、はい、だから日本の方がこう押し込めたりするとこう選手にとっても自信になったりとか、これいけるなっていう感覚もちろん押し込めたらそれはもちろん自信になりますけど、そうじゃなくても本当安定するっていうのが非常に大事で、はあ、サマーももちろんスクラムが強いんで、はい、イングランド戦の一番最初のスクラムですよね、はい、で見てる人がちょっと何も起こってないんですけど、うん、何も起こってないってことがすごいんですよ。あ、そうなんです。そのスクラムで何も起こってない、そういうスクラムをサモア戦でも最初からやっていって、そうすれば最終的には日本代表 の, そのフィットネスというか、はい、最後まで走り切る力はあると思うので、そこで最終的に上回れればいいのかなと思います。あそこはちょっとこう見ている新しいのポイントになりましたね。あの動いてないとか安定してるっていうことが非常に重要な点なんですね、スクラムっていうことが見て、うん、ポーティングランドが強いっていう前提があったんで、しっかり耐えてるっていうんですかね、うんうん、そういう意味で良かったですよね、あの、うん、イングランドとのジャパンの試合の1個目は。だから同様にそのサモア戦においてもしっかり安定して、ね、スクラム組めるのかっていうところでポイントとしてはやっぱりそのスクラム、まあ、1、2、3番の選手がどんだけ頑張れるか、無理に押しに行くんじゃなくて、うん、まずは最初安定させるっていうのがまず大事です、うんうん、どういうところがそのサモアよりも日本の上回ってると思いますか。まあ、フィットネスもそうですね、あとスキルっていうんですかね、ボールを回す速さとか、そこは僕らの方が上回ってると思うので、うんうん、だからこそなんかサモアを疲れさせようなラグビーにしていきたいということだと思うんですよね、うんうんうん、で彼はちょっとこうしんどかったりとか自分たちのペースじゃないなって思うと結構こう孤立してくる、横の連携を失われるので、なんかそういう状況を作れると日本がどんどん優位に運べるのかなと思ってますね。ですね。逆に何が起きるとちょっと日本としてはピンチというか負けてしまう可能性がありますか。一つはペナルティですかね。反則が増えてしまって、あ、まあ、ディフェンスとかの、まあ、オフサイドとかもそうかもしれませんけど、はい、それで、まあ、立ちキック蹴られてゴール前とかに来られると、まあ、モールもそれなりに強いですし、うん、その後モール止められたとしてもめっちゃ130キロぐらいの人が突っ込んでくるんですよ。そうか、ここはもうねいかに頑張ってもまあ大変、多分フォワード一番あれだと思うんですけど、そこはきついですよね。やっぱりそのフィジカルコンタクトのところで結構ハードな部分もあるっていうことですか。そうですね、そこはもうサマーはもちろん自信を持っているとかと思いますし、はい、まずそこで日本を圧倒してやろうってそういう気持ちで入ってくると思うので、うん、まあ、そこで後手を踏まないというか、はい、そこでしっかりとフィジカルバトルでも対抗するというのは大事になります。じゃあポイントになるのはどうですか、こう前半からもう最初から立ち上がりから、うん、行った方がいいと思いますけどね。行った方がいい、はい、最初乗ると乗るんですけど、はいはい、割と今日行くぜみたいな、はーはーはー、でも最初結構コシャンって行かれるとなんかちょっと今日きついなっていう風になりやすいので、最初の入りはすごい大事だと思います、ね、じゃあ前半っていうことですかね。だと思いますね。やっぱり重要になってくるのは、はい、これあのサモア対アルゼンチンがもう結果出てるじゃないですか、はい、でアルゼンチン勝ちましたよね、はい、そう考えるとあのちょっとこうサモアとしてはどうなんですかね、うん、不利なのか、要はその体力的なところも含めてですね、うん、試合のこう期間っていうところで言うと短いですよね、うん、何日空いてるんでしたっけ。中5日、5日か、5日、まあ、ちょっときついか、うん、きついちょっときついぐらいじゃないですか。アルゼンチン戦の後の中5日、うんまあ、日本代表の方が、ね、あのしっかりと有利っていうのはありますね。ですよね、はい、だからここは日本代表としてはしっかりこう勝ち切りたいというか、はい、そこも生かして勝ちたいっていうところはありますよね、はい、日本代表はまあ10日間ぐらいね、まあ、あったと思うので、うん、1回リフレッシュしてましたね、うん、モナコで。あ、知ってました、はい、2、3日ちょっとゆっくりしてでちょっとイングランド戦の負けをこう癒して、うんうん、でもう一回準備って入ってるので、まあ、日本代表の方がいい準備はできるという。モナコ行ってたんだ。モナコで止まってます。ニースでモナコの。あ、ワールドカップ期間中もそういうちょっとあるんですね、リフレッシュの期間。まあ、今回10日ぐらい、なんか9日かなんかあったん で,、はい、で、ちょうどイングランド戦の後で負けた後なんで、はい、まあ、ちょっとリフレッシュ。お二人がまさにこうワールドカップ経験する中で、なんかその時のなんかモチベーションの保ち方とか休養の過ごし方、うん、まあ、まさにリフレッシュっていう話ありましたけど、うん、っていうのを振り返って、どういうふうにしてこうなんか気持ちを高めていったりとか。うん、維持したりされました。広瀬さんいかがですか。僕イングランドの時一回あれなんですよね、あ、南アフリカに勝ったんでどっかのゴルフ場がお前はフリーやからいいよ、来ていいよって言ってくれたんですよ。ゴルフ場、はい、何人かで半分ぐらいかハーフかなんかゴルフ行きましたよ。ゴルフしてたんですか。はい、ゴルフ一回行きました大会中に。大会中、まあ、シェイクスピアのなんかねすごいところでしたよねなんかそれは、まあ、逆に言うとそっちの文化を知るとか、はい、
人と触れ合うって結構大事なんで、リフレッシュして、はい、で宿舎にも、まあ、ずっと宿舎に言ってなんとなく気張っちゃうんで、一回リフレッシュっていう意味では外に出る、なら現地ならではって言ったらね、ポゴルフがやっぱ有名だからちょっと現地行こうかみたいな。へえ、結構そういう意味では、はい、それぞれがもうやりたいことっていうか、あ、そうですね、リフレッシュなんかそれぞれの、まあ、やり方、はい、まあ、カフェ好きな人はお茶行きますし、まあ、金ちゃんは、まあ、言わずもなかかもしれませんけど、はい、金ちゃん流のリフレッシュ何を、まあ、年はゴルフ場行くように、はい、あの自分もあのイングランドの文化を触れたいと思って、はい、パブに大会中に、はい、大会中パブ行ってたんですか。そうですね、まあ、あの試合の前日はじゃないですけど、まあ、試合まで日が空いている時に、はいはい、あの何人かお酒好きなメンバー誘って行って、はい、それこそ南アフリカに買った後だったんで、最初1、2杯飲んで帰ろうかなと思って、はい、もうお店の人たちが日本代表の選手だろうって言うので、この間南アフリカすごかったって思ってやるって思ってもらって、でそれ飲み干したら次のお客さんまた思ってやるって思ってきてくれて、はい、気づいたら20杯ぐらい飲んでますすごいですね尋常じゃないですから、はい、尋常じゃない強い陰突ね、はい、すごい。だからじゃあそういう何ていうんですかね、本当にお酒まあ飲んでちょっとこうリフレッシュというか、まあ、選手たちでちょっとこう士気を高めたいとか、まあ、まあ打ち上げじゃないんですけど、その時で一回切り替える上であの休むってことはあるんですね。そうですね、まあ、お酒飲むもそうですけど、あとそこで地元の人たちと触れ合うっていうのも自分はすごく好きで、うんうん、はい、あ、だからそういう時間を大事にしながら、やっぱそういう合宿だったりこれワールドカップは戦ってましたね。でもこれワールドカップあの期間がやっぱり長いの魅力の一つだって話ありましたけど、はいはい、本当にそうい う, こう選手たちも現地で、うん、楽しむ時間があるっていうのも素敵ですね、うん、まあそうですね、1週間に1回とかね、10日なんか9日とかがあるんで、そういう時は少しリフレッシュできるのは楽しいですよね。外食とかってできるんですか。外食もできますね。で特に僕らの時は専属のシェフいなかったんですよ、うん、だからまあちょっと違うご飯食べに行きたいなとかも全然あって、外行ったりもしてましたね。あとはチームで、ああ、チームソーシャルもあったですね。僕からレストランをチームでレストランに行って、うん、また別の環境でみんなでご飯食べるっていう、そういう時間も大事にしてましたね。意外でした。割とこうずっともう宿舎いて、はいはい、あの練習して、うん、もう次の試合のためにずっとこうやってるのかなと思ったんですけど、はいはい、そこは割と意外とそうですね、あるんですね、はい、ちょっとリフレッシュは。何日前ぐらいから結構こうストイックな練習が始まるんですか。まあ、1週間前の中で最初インストールっていう感じなんですよ。こう対戦相手に対してこういうふうにやっていこうって、まあ頭の理解が最初結構大事で、それが例えば月曜としたら、まあ火水木ぐらい、ここはまあまあまあありますけど、火曜日と結構やってましたよね、はい、ハードにやって、でもう一回水か木どっちかハードにやるっていう感じですかね。ここはきつかったですけどね。小野さんもなんかこう自分の中でこうモチベーションを上げるなんかあったんですか。アイテムっていう か, なんかこういうことこれでこう高めていこうみたいなのた、あの試合の前日に、これもまずは都市からの発案ではあったんですけど、はい、試合の前日にみんなでスパイクを磨く時間っていうのを作って、でその時に、まあ、スパイクを磨きながらみんなでたわいもない話しながら一回リフレッシュして、あのリラックスして次の日の試合に臨む、その時間が自分すごく好きでした、ね、へ、はい、それはなぜスパイクを磨こうっていう、まあ、スパイク磨くて、まあなんか整っていくじゃないですか、はい、気持ちもね、うん、それがすごい好きっていうのと、スパイクはあの自分でチョイスできる唯一のものなんですよね、はい、なんか結構個性があって、うん、結構面白いんですよ、はい、まあ、メーカーもいろいろあるし、ね、あと磨くのも金ちゃんめっちゃちゃんと磨くんですけど適当なやつは適当なんですよ、またもう終わりかいぐらいのやつ、まあ、そこでも個性があの出る、はい、でその中で明日の試合頑張ろうみたいなこう感じの雰囲気がやっぱり良かったんで、あ、これちょっといいなと。最初一人でやってたんですけど、はい、みんなでやった方がいいなと思ってからみんなでやるようにしましたね。提案されて、そうですね、ちょっとした儀式みたいな、うん、セレモニーっていう感じでやってました、ね、でもそういうのがこうやっぱりチームのこう一体感みたいなのを生むことになりますもんね、うん、ルーティーンというか、それを円になってやるんですみんな。へえ。ミーティングルームの椅子を円にして、はい、でみんな顔が見えるようにしてやるんですかね。ああ、大事ですね、うん、なんかチームビルディングの一つですよね、うん、はい、そういうのも、うん、なるほど。これだからあのちょっとぜひですね、私もこうにわかっちゃにわかなので、うん、このサモア戦ここがポイント、ここを見るべしってい う, こうちょっと視聴者目線のポイントをお二人に挙げていただきたいと思うんですけど、小野さんどんなところを見るとより楽しめると思いますか。サモア大きい選手がガーッ
突っ込んでくる、はい、それを日本代表がピタッと止めれるかどうか、うん、そこですね。あ、もうまさにお話に出てる、はい、こうフィジカルコンタクトのところで日本がこうしっかりそこに立ち向かえるか、はい、そうですね。やっぱりそのラグビーっていうのはコンタクトスポーツなんですけど、はい、そのコンタクトの部分っていうのはルール知らなくてもすごく楽しめる部分だと思うので、はい、そのこのサマー戦っていうのはよりそこにフォーカスして見ても面白いんじゃないかなと思います。あ、でもね、十分だからあの跳ね返す力日本にあるっていうことですよね。そうですね、日本の選手も確かに体重とかはサモア選手に比べては少ないかもしれないんですけども、そのフィジカル筋力っていう部分では非常に強いものを持ってるんで、うんうん、そこでしっかり対抗できると思いますね。ラグビーの選手って本当にあれですよね、体重あるんですね各選手が。あの今回改めてこうプロフィール出るじゃないですか、うんうん、みんなのこう身長と体重、はい、私結構チェックしてるんですけど、はい、あの90キロ100キロとかあの、はい、普通なんですね、はい、それぐらいのフォワードはもう特にです、ね、はい、何キロでしたイマックス現役の時って。110キロ、はい、110キロ。で、あのラグビー選手普通でプロフィールなんてちょっと痩せて書きたいじゃないですか。ラグビー選手ってわざと多めに書くんですよ、体重多めによりあるぞと見せるためにですか。大事あるぞっていうところをアピールするために。フォワードっていうポジションはそういう傾向があります。なるほど、なるほど。でもやっぱ重い方がそれこそサモアとかの平均体重っていう意味では上回っているってことなんですかね。みんなやっぱりしっかりフィジカルがあるっていうことで言うとサモアの方が平均体重は上ですよね、はい、140キロ選手とかいるもんね、うん、はい、サモア動くけるんです。あんまり動けないですけどインパクトありますね、ゴール前とかの。そういうところが面白いですね、はい、あ、面白いですね。あの、はい、明らかにその、はい、まあ、ポジションの特性を生かした、うん、こうフィジカルっていうものがあるわけですからね、うん、あ、その、うん、そういう体重があるサモア相手に、うん、まあ、どれだけ日本がしっかり止められるかっていうところがポイント、うん、楽しめるところってことですね、うんうん、広瀬さんいかがですか、面白い、楽しめるポイント。まあ、逆に日本はそのスキルとかを使いながら勇気を持ってアタックしたらこんなに強い人たちに対してこんな綺麗なトライ取れんねやってところ多分見れると思うんで、はい、そこが見れたら面白いと思います、うんうん、だからラグビーの多様性っていうんですかね、はい、幅の広さっていうのが見れると思うんで、ここは、まあ、逆に言うとあのサモアはむちゃくちゃもうダイレクトに来る、それを見ていただくとこのラグビーの違いっていうんですかね、スタイルの、はい、それは如実だと思うので、うん、面白いと思います。わかりました。だからこれサモアにそうやって考えると、うん、まあ、勝てればかなり日本としてはこう次のそうですね、まあ、次またアルゼンチンなんですけど、2位に入るためにサモアに絶対勝たなあかんっていう、ね、まず状況かなと思いますね。ちょっとあんまり考えたくないんですけど、はい、まあ、負けたら、はい、まあ、終わりまではいかないですけど、結構きつくなってきますよね。ですよね、まあ、勝ち点っていうところの、ね、あれもありますけども、サモアに入ったら絶対に負けられないんだよな。あ、そうです、実はもうそうなんですよ。広瀬さんはね、あの3勝1敗、はい、まあ、普通は3勝1敗ですよね。ですよね、はい。で、まあ、当初のこう予想だと、うん、はい、まあ、この3戦、はい、まあ、連続でこう勝利して、はい、まあ、アルゼンチンに来たら理想やなとかで落とすんじゃないかっていう言ってたんですけどね、予想でしたけどイングランド負けたし、ね、調子悪いなと思ってたら、はい、蓋開けたらイングランドが強いですね、 かったっすね。こういうことが、まあ、当然本番になってくると分かんない、イングランドはワールドカップの前はちょっと結構疲れた状態でテストマッチを組んでたっていうのも聞いてたんで、なるほど、実際こうリカバリーして本番に臨んでるんで調子取り戻してきたっていうのが、まあ現実、うん、実情としてあるっていうことですもんね。今選手はどういう心境なんですかね。もうやるしかない、ここ勝つしかないみたいな。そうですね、そういう心境だと思います。このリフレッシュしてる期間でももう切り替えて、うん、はい、ここで結構こう作戦、なんか対戦相手によって戦略とか作戦を変えてくるっていうのはあるんですか、うん、あると思いますね。やっぱり特徴が結構あのサモアと、まあ、イングランドもフィジカルでしたけど、サモアアイランダーの国ですし、先ほどの言ったように、まあ、連携という意味でちょっと薄いっていうところもあったりするんで、うんうんうん、そこをついていこう。あとフィットネスも多分イングランドの方がサモアに比べるとあると思うんで、サモアの方がフィットネスないと思うんですよね。なるほど、なるほど。そうするともうちょっと疲れさせラグビーしよう、はい、ことになると、もしかしたらそのキックとそのポゼッションでボールを保持する確率とかも変わってくるかもしれないですよね、うんうん、そうか。だから日本代表としてはイングランドの後のサモアなので、はい、まあ、ちょっとイングランド戦に比べて、あ、今日いけるなとか、はい、ちょっと前よりも楽に動けるなみたいな、まあ、だとは思いますね。プレッシャーはやっぱりイングランドがあると思うので、そうすると、まあ、イングランドを経験してサモアということなので、順番としてはいい気がしますけどね。ですよね、はい、なるほど。ズバリ何対何ですか、サモア戦。お、はい、何対、そうやな、20、
20後半対10いくつぐらいにしたら最高ですけどね。あ、16とか。なるほど、日本が20後半ぐらいで、26対15とか。あ、で日本はい、そうなったら最高やな。はあ、ははあ、は。大野さんいかがですか。あの4トライ以上のボーナスポイントも取ってほしいという願望も含めて、はい、そうですね、28対21。おお。これ予想ですか。微妙に来たの。すごいところ来たよ。僕あくまで予想ですからね。はい、予想は自由ですけども。はい、ああ、そうか。じゃあやっぱり20点台後半を日本としては取りたい、うん、というところですよね。はいはい、戦い方としては当然そのボーナスポイント取ろうっていうようなことを意識して戦うものなんですか。今の日本代表はそれを意識してしてる。戦うと思います。あ、じゃあやっぱり、はい、トライの数とか、そうですね、あを意識して。うん、やっぱりこれだけ、まあ、その当然選手たちも分かってますもんね、うん、あの混戦になってくる可能性もあるから一つでも多く勝ち点をっていうところ考えてるわけですもんね。いやもうなんかこれ毎回私でもこういう話聞いてるともうどんどん次々ってこうなっちゃってまたこうアルゼンチンの話がもう聞きたくなっちゃう、はい、勝つ前提で考えちゃうんですけど、はい、もう勝ちます、もうこれはすみません勝つということも信じて、はいはい、この後そのさらにアルゼンチンになると思うんですけど、うんうん、まあ、そうするとやっぱりこうアルゼンチンも今だから1勝1敗ですよね。だから日本に対して負けられないという気持ちは一緒だと思うんですけど、うん、アルゼンチンはどうなんですか、強いですか。強いですね。強い、はい、どんな国ですかアルゼンチンっていうのは。どんなところが強いですか。非常にフォワードもやはり勢いがありますし、でそれをキックで前に出す素晴らしいキッカーもいるんで、その総合的にすごい非常に力はありますね。広瀬さんいかがですか、アルゼンチン。まあ、もともとフィジカルなすごいチームなんですけども、そこにまあこう割と緻密っていいますかね、緻密なところが入ってきたので、まあ、ワールドカップ前も含めて怖いなっていう国になってきましたよね。で今強いんですけどちょっと調子上がってないところがあるので、もしかしたらチャンスかもしれないなって。調子上がってないというのは本来の実力を出し、まあ、なんか少し出てない気がしますよね。なんか何が今どういうことをやりたいのかっていうのがちょっと見えてこないところが、まあ、あってちょっとフラストレーション溜まってるんで、まあ、彼らも次チリ戦でいいラグビーして日本戦に来たいっていうところなので、はい、チリに対してどういうラグビーするのかっていうのが一つ、まあ、ポイントかなと思ってます、ね、そうですよね。だから、まあ、アルゼンチンとしてはチリに勝って、はい、日本と、うん、最後、はい、だから戦って、まあ、勝つのはもう大前提の上で、なんかこういうラグビーしたいんだっていうのがチリ戦で出せるかどうかがアルゼンチンとしては大事かなっていう気がしますね、うん、10月8日が日本とアルゼンチンですもんね、はい、ちょうど日本時間8時なんでね、はい、もうバッチシバッチシですね、はい、バッチシなんで、はい、まあ、今こうちょっと予想のところかなり、うん、あの聞いていきましたけども、まあ、ズバリですね、うん、トーナメント進出への確率、はい、何パーセントでしょうか。もう65 65 強くでいこう。 65%、はい、その理由は、まあ、願望もありますけど、あのこれまで試合見てたらいけるのはいけるなっていう感じはあるんですよね。ただワールドカップで何が起きるか分かんないんで、あと 35% ぐらいはちょっとわーんっていう感じですけども、日本が頑張れば可能性はあるなと思ったんで65にしました。あ、分かりました。大野さん、はい、何パーセントでしょうか。自分 もうそれこそ言ったら願望含めて80%。 80%、はい、かなり高い確率ですね。ワールドカップ始まる前に、まあ、よく日本何勝何敗ですかって聞かれ、自分も4勝でいけますっていうふうに言ってたんで、はい、まあ、今いっぱいしてしまったんで、はい、まあ、ちょっと下がって 80% 単純にいっぱいした分下げてっていうことですね、はい、あ、でもいやもちろんあの願望もあるんで高い確率っていうのは、はい、分かったんですけど、うん、あれなんですね。でもそれだけ結構今現実的にお二人やっぱり考えられてるんだなと思ったのは、結構こういう時って、うん、いやもうこれいけるでしょ、うん、100% とか 90% みたいな感じに なるかなってちょっと思った部分なんですけど、はいはい、本当にそれだけ、うん、あの簡単ではないっていうことですよ ね、ま、さに決して、はい、あの油断できないし、うん、本当にサモアに、うん、あの試合落としてしまったら、はい、もうね実質終わりに近いですからね、近いっていうことですから、はいはい、うん、これはもう応援するしかないわけですからね。わかりました。あの、まあ、ちょっとね今、うん、やや気が早い感じで聞きましたけども、はい、とにかくまず日本としてはサモア戦、うん、はい、しっかり勝ってもらって、うん、またその先につなげてもらいたいと思いますので、はい、広瀬さん、あ、お二人も現地に、行かれます？もう一回行きます。もう一回行きます。ですよね。なので、あの、またちょっと、はい、
日本からいきなり問い合わせるかもしれない。いいですか。はい、取材させていただくかもしれないので、はい、引き続き解説よろしくお願いします。はい、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。